こういう感じでですね、今度はこういう流れをね、針金で持っていくんです、ここでね。それでね、これはね、針金かけてからね、これはもうちょっと目つむんだけど、ちょっと冬めがけてね、あまり目つみね、できないんで、一応針金だけかけておいて、来春になってこの目が動いた時に、全部針がハサミなり手でこうむしって、もうちょっとこう、こういう走ったやつを切って揃えちゃう。今ちょっとね、冬眠中だからね、針金かけても、やつら気ぃつかないから、ね、どさくさに紛れてね、針金かけちゃうんですよ。で、一応いる枝はこれとこれ、これいりますね。これがね、これなくてもいいような気するんだよね。これはいらないでしょう。この枝は。これは抜きましょう。これね、そして、この小枝、これもいらない。いう感じでね。そしてまずこの後ろ枝どうしようか、一応取っとつけときましょう。こういうのね、今長いでしょ、こういうとこから出したいわけさ。そうすると短くなるんでね。それでも今見た目としてはただこれでよりもちょっとこう振った方がね、こう振った方がこういうとこ出やすいんだよね、うん、よし、こういうふうにいきます。待ってね、今ちょっとあそこも後片付けにしないと、ちょっと10分ほど待ってね、ちょっと待機しててそういうこと喋らないでやってください。喋らないで、あ、余計なことだ。ちょっと一本寺としてもダメな時は二本やるんだけど、ここの分かれがね、この分かれがこう来てこう来てこう行ってでしょ。でこっちへ来るとおかしいんだよね。それでここの曲がれはこっち行って、一回ここでこういうようなねじりにして、あとこっちへこう来るのが普通なんだよね。だからもう一本曲がないとね、これはダメなんですよ。2本かけないとちょっと太いからね。いや、この後ろ枝はね、こう両方2本かけましょう。もう一回これ、今度は曲がったでしょ。悔しい。こういう感じですよ。こういう感じですよ。このボリューム感出て、ちょっと引っ込んだ感じするでしょ。これだけね、よじればね、ここから出てくるの早いから。どっぱらから。
これはね、ちょっと長年の間きちっとしたあの目摘みしなかったらこれ長くなっちゃったのね。ここら辺で収まってたんだよ昔は。それほっといて長年の惰性がこんなになっちゃった。だからもう一回元に戻すのは大変だけど、そのそれなりに面白いよね。また歴史は繰り返す、こういう感じです。それでこれは一応ね、後ろ枝っていうことでこうなってるんで、あのこういう2本巻きはね1年経っても外さないから、これ2年目だから外すのね。それでこういうのまたあの途中で曲げることもできるから、ね、とりあえずこんな風にしておいて、ちょっとこれは長いですね。こういうとこでしょうね。こんな感じでしょう。こうやって出てくるんですよ、頭止めとくとね、こういうのがね。でだんだんこっちで伝染してくるから、こういう風にして頭なるべく出さないようにしとけばさ、嫌でもねこういうとこから出てくるから。頭出すとまだまだ長くなっちゃうからね、うん、こうやってちょっとこう剪定のたびに少しこう落としてください。こういうふうにしてね、この枝でこの次作る予定だからこれいらないのね。こういうのこれが出てくるから、そしたらファッとにぎやかになるでしょ。これも今こういうとこからいっぱい出てきたらだんだん落として短くしていく。こうやってね、この感じですよ。こういう感じですよ。こういう感じです。この一応苦労して曲げたところをね、これちょっと見せなきゃ意味ねえんでね。ここが一応正面ね、にやってます、今。こういう感じでいきます。本当はね、ちょっと長かったらここに一回巻いてここに来るんだけど、うん、ちょっと短いから経費節約。その代わりね、この胴にきちっと巻くのね、隙間なく。これ隙間開くとカックンカックンって バッタンコギッタンバッコンするからさ、うん、これどっぱらにきちっと巻けばギッタンバッコンしねえから、ギッタンバッタンよ。じっちゃんばっちゃんじゃない、じっちゃんばっちゃんだね、ビッタンギッタンバッタン。これ今やってることは完成させる気じゃないんでね、これから完成させようとしてる気で、これ針金がかけてきちっと綺麗になる材料も素材もあるんだよね。これは針金かけたからったって綺麗に見違える素材になるわけでないんだよね。とにかくいずれになるけど、そのための準備作業みたいなもんだね。針金かけてきちっと完成させるっちゅうのもあるんだよね、さつきみたくね。ここの空間がね広いからね、それをちょっとこれでカモフラージュするけど、これもね この位置の枝より下げるわけにいかないんでね。でここら辺にちょっと欲しいわけさ、これはここに欲しい、これはここに欲しい。ちょっと長いのが気になるんで、ちょっと前に出してまた引っ込める。で長さがそれ正面、正面に出てんだよ。正面にここだから正面。ああそうか。こういう来てこっち行って、そうするとねここのが長いの感じるでしょ。ところが、うん、これでこっちへ持ってきて
こうやるとここでこの幹が隠れるわけね。ここがちょっとこうね、こういう感じで、そして最終的にここへ持ってくるわけね。そうするとさ、この長さもなんとなくこの枝でこうカモフラージュできるでしょ、うん、そういう、これがちょっとなかなかいい役者してるんだよね。こういう感じ でここも隠れる、この長さもちょっと引っ込めると、こういう感じにやってるんですよ。ちょっと待ってよ、これにここに行きます。こういう感じですね。よいしょ。よしと、ここ正面ね。でこれがまた難しいね。これを後ろでなんとかここでこう、ここの寂しいとこはこれをね、かなりこう来るんですよ、ここへ。こういう感じでちょっと無理があるけど、まあね、あまり見たくねえとこは見せないようにして、格好のいいとこに見せるようにして、こう来るでしょ。ここ長いからこれでちょっとこうカモフラージュ。これもちょっと後ろ枝多すぎるから、やっぱりちょっとこういう感じでしょうね。だからあんまりこっちから見ないで、こっちから見るようにして。見ないで。こういう感じ、こういう感じね。あんまりキョロキョロしないでさ、いいとこしか見ないと。これはこれ。親子で鳴ってたんだよな、そういえば。もう一本の、あ、もう一本のやつは映したか。でもこれはね、ここがこれ、これで終わってるでしょ。これはね、この上に乗せるの、こういうふうに。そうすると元のやつがね、なお効くわけね。これ乗せないでくるとここでクラクラしちゃう。ちょっとこういう風にするんです。こういう感じ。よいしょ。あとはね、この辺からこう出てりゃ最高いんだよね。ここにね、わかるでしょ。こう来て。ここに一本キュッとあればいいけど、これも出てるようにかすかにこう、本当は出てないんだけど、第一印象としてはこっちから見たら、ここに枝、こっから枝が出るようにちょっと脚色します。こういう感じで、それでここでこうやります。脚色します。こんなんです、こんなんです、こんなんです、こんなんです。こういう感じです。ちょっとこれ長い感じするでしょ、うん、ここね、ちょっと気がついた時にやっとっとくか。
もっとね薄くてもいいのさ。で先をねちょっとこう止めておきましょう。少しゾロゾロでもいいんだけどね、こういう切り方してもね、別にこんだけ枝いっぱいあればね、来年ここからまた芽用意するからね、こう薄くした方がいいんですよね。でちょっとこう少し短くしましょう。こういう感じで、手短いでしょ。気持ち、気持ちでね、だいぶ短くなった、うんね、こういう感じ で余分なぶら下がったやつは取っておくと、残ったやつが早く芽が出るから、こんな感じね、このぐらいでいいんですよ。はい、こういう感じでございます。こうです、こうです、こうです。どうでいいだろう、いいじゃろう。よし、こんな感じね、こんな感じ。よし、これできた、これできた。